大家風。生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年の日本語ちょっとおかしなケントがお送りする香港ケントチャンネルです。では早速やっていきましょう。さあ本日3月13日月曜日です。現在時刻6時48分です。本日最高気温24度、最低気温17度で晴れです。降水確率は 10% 以下なので傘は必要ないかなと思うんですが、ちょっと、途中ね、雨降りそうな気がしなくはないんですよね。折りたたみ傘をね、カバンの中に必ず忍ばせるのがいいかなと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の国内での感染者数は31名でした。またコロナによる死者は2名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了したのが691万4377人、人口の 94.6%。 2度目のワクチン接種完了したのが679万7363人、人口の 93.1%。 3度目のワクチン接種完了したのが584万6000トンで62人、人口の 83.9%。 4度目のワクチン接種完了したのが109万3189人です。香港の人口は730万人程度です。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時52分です。ビットコインの価格は21,936.91でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。まずですね、香港からの移民がまだまだ増え続けているという件と、あとですね、先月末アイスホッケーの大会で、香港が参加したのですが、また国歌が栄光香港、でもう一つがですね、中国香港間の税関がですね、正常化したため、問題となっていたことも正常的に戻ってきたという件について話していきたいと思います。さあまず有能な香港の人がね、結構移民し続けているということで、ちゃんとね、やっぱ学歴のある人はね、移民しやすいということもあって、どんどん学歴のある人が移民していっているという状況です。先月ワンチャイで行われた移民を紹介する展示会、移民の紹介って言っていいのかな過去最高の人数が集まり、また訪問した人のうちの実に 85% の人たちが2年以内に移民を考えていると答えました。移民先で人気があるのはやっぱり1位がイギリスです。2位がカナダ、3位がオーストラリアだそうです。イギリスはね、 BNO パスポートを所持していれば香港人には比較的簡単で、簡単に移民ができるということでね、まだまだ人気の対象となっているみたいです。私の友達もね、結構イギリスの方に移民しました。もうなんかね、ちょっと寂しいですよねまあまた香港がね、正常に戻ることは、ないのかなと思うんですが、戻ったらみんな戻ってきてくれるのではないかなと、切に願っております。まあ今の体制だと無理だと思いますけどね。ちなみに香港人がイギリスに移民するときに、必要なのは BNO パスポートを、昔から所持している人たちはなんと、1ヶ月でね、移民ができてしまうということでね、それぐらい簡単だというのが、取り上げられてました。さあ続きまして、先月のアイスホッケーの大会で香港が参加しました。先月の末ですね、でそのアイスホッケーの大会ね、なかなかいい成績を収めたんですが、流れた曲がなんとまた栄光香港これもうね、わざとやってるんじゃないかっていうぐらいね、よく間違えられてますよね。グッドジョブですもう香港はね、栄光香港が今回でいいんじゃないかなって思っちゃうぐらい、よく間違えられてますよね。なんか行政長官はまた Google に文句を言ったらしいんですが、まあ Google は、そんなの金かけて直せやって感じですよね。広告ね買えばいいんじゃないまあどうせね、ろくでもない人間の給料に使われてるので、そこはね、そういった、もしそれが大事ならば、それにお金をかけたらいいんじゃないかなと思います。一人二人首切れば、もう一生広告代払い続けられるぐらい払ってらっしゃると思うので、ということでね、最後に、香港中国間の、税関、行き来がね、正常化したため問題も、ちゃんと正常的に戻ってきました。どういった問題かというとですね、まあ単純に中国の人たちが香港に来て物を買って帰るっていう、そういう状態ですね。やはり中国ではね、海外の物をね、入手するのが非常に困難で、昔からね、やっぱり香港は、中国にね、海外の物を入れる最高の場所、まあ、香港って結構何でも手に入る街なので、
そういったのがね、中国に流れ込むっていうのはね、昔からよくあることなんですけど、それによってね、どういう問題が起きてるかっていうと、まあ、大量にね、香港から物が出てってしまってるので、香港の物不足が、発生し始めてるということです。あと、別にね、これは、モラル的な問題ですが、裏道や、ちょっとした隠れた道、また駅の前とかにね、すごい人が並んでたり、段ボール箱が散乱してたりということでですね、まあコロナの時はね、綺麗で、平和だったところが、すごい状態になってしまっているとのことです。すごい勢いで買っててるみたいですね。ただまあ香港のね、お金になってるんでいいんじゃないかなって僕はちょっと思っちゃったりもしてます。まあ、物不足でね、自分が買いたいものが買えないっていうのはね、ちょっとイラッとすることがあるので、まあ、そこだけなんとかしてもらえれば、これはこれで、香港の経済助けになってるから、まあいいことなんじゃないかなと私は思っています。私もね、iPhone 時代にね、結構、中国に物を持ち込んだり、iPhone 何台か持ってったりしてたりね、したので、人のこと言える立場ではないんですけど、まあそうですね、そんな感じです。さあでは香港の今週の天気見ていきたいと思います。今日からねしばらく、まあ先週と同じような感じで太陽が出てて、暖かい日が続くと思います。また今週後半になるとね、温度もどんどん上がってきてね、結構暖かい日になるんじゃないかな。最高気温がね、今日23度なんですけど、27度ぐらいまで上がる予定です。で最低気温もね、かなり18度ぐらいから、21度ぐらいまで上がっていくので、そうですね、どん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 もう暖かい日に変わっていくのかなと思います。まあ、寝るときもねちょっと寝苦しいなと思うぐらい暖かかったりするので、ただ、まあ、朝はねまだ涼しい。私が朝起きて出かけるときは、私結構朝のこの涼しいの好きなのでいいんですけど、朝は涼しい感じなのかなと思います。ということでね、まあどん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 気温がね変わっていくので、皆さん体調には気をつけてお過ごしください。ということで、このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立てる情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけると嬉しいです。いやーもうちょっとで900人、私が今現時点で見てるのは989人ってね、あと1人で990人、もうあと11人でね1000人越すということでね、本当皆さんの応援ありがとうございます。いやチャンネル登録者本当に増えてもらって1000人超えたいのがねずっとあるので、ぜひ1000人超えるのを協力してもらえるとすごく嬉しいです。またチャンネル以外にね、概要欄の方に、香港お役立ち情報みたいな情報も載せているので、もしお時間あればそちらの方も合わせて見てもらえると嬉しいです。ということで、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。チョイキン、またね、バイバーイ。